どうもおはようございます。マークスノーボードでございます。本日は、長野県、茅野市、長野県茅野市というところにね、仕事でちょっと来てるんですけども、マークスノーボード、ちょっとねちょっとしたスキー場をご紹介したいと思います。長野県茅野市のスキー場でございます。場所はですねこの辺です。場所はこの辺になりました。清都市公園という公園でございます。ちょっと今日はね真夏なので雪がないんですけどね、傾斜がそうですね26度ぐらいの140メートルぐらいの斜面がこちらにございますね。はい、御柱というこの木が祀られてるんですけども、はい、こちらにね傾斜27度ぐらいのアプローチがあるんで、スパインなんかねパークがなんかできたりしたらいいんじゃないかなっていうようなスキー場になりそうな場所でございます。じゃあちょっとね今、そのスキー場になりそうな場所ですね、スキー場になりそうな場所を頂上にいましてね、こちらの御柱がこうやって頂上には祀られてるんですけども、その頂上から今降りてきたいと思いますね。で左側にはね階段があるんで、こういった階段があるんで左側の階段から降りていきたいと思いますね。よいしょ。でこちらには無料休憩所、こちらには無料休憩所があるので、スキーやスノーボードで疲れた時には休める場所もありますので、スキー場にはなりうる場所ではないのかなと思います。はい、じゃあちょっともうちょっとこちらを無料休憩所、頂上にはねトイレもございますので、はい、ご安心ください。頂上にはトイレもございます。じゃあちょっとねちょっとあ、そりは OK みたいですね。そり遊びを行うときは滑る方向と下で遊んでいる人に注意してスタートしてくださいとのことです。はい、まあ、スキースノーボードが OK とは書いてございませんので、ちょっと確認が必要ですけど、まあ、ソリが OK なら、注意して滑れば、おそらく OK なんじゃないかなと思います。でも、滑りたい方は、ちょっと、確認してから、ちょっと滑ってみてはいかがですかね、こちら。はい。まあ、私の肌感覚で言えば、これは、かなり斜度ありますね、これ。いやちょっと、歩いて降りるのも怖いぐらいありますね、こちら。よいしょ。結構ありますね。22度ぐらいのかな。ちょっと見てみましょうね。はい。じゃあちょっとね、こちらの角度、ね、地面に当てがってみたいと思います。30度あります。30度です。斜度。はい。30度ですね。はい。あれ？どうなってんのか。はい、これが0度ですね。これが水平でございます。ただいま水平にして、じゃあ地面に当てがっていきたいと思います。地面に当てがうと30度ですね。28度。はい、まあちょっとね、スマホのスクリーンショットの表示でしか分かんないですけど、マイナス30度ってことで30度ございました。シャドウ30度のシャドウ、ちょっと歩いて降りていきたいと思いますね。おお、転ぶかもしれませんよ、これ。あ、ちなみにここ公園なので、自由に出入りして OK な場所でございます。はい。公園でございます、こちらは。はい、じゃあちょっと降りてください。そうですね、このアプローチだけで、ね、10メートルキッカーぐらいのジャンプ台は作れるかと思います。あ、無理だな。8メーターぐらいかな。めっちゃ板が走って8メートルぐらいのキッカーが作れると思いますね。はい。じゃ、こんな感じで。まあ、そうですね。60メートル、足くじいた。そうですね。ボトムまでは、まだボトムには到達してないんですけど、ここちょっとシャドウが緩いんで、この辺に台を作るのがいいですかね。で、台を作って、あの辺までずっと傾斜が、10度、8度ぐらいまで傾斜がついてるんで、
まあランニングの後のフラット落ちも少し軽減できるぐらいのシャドウは、もう末端部分がやっとフラットぐらいなんで、この辺はまだちょっとシャドウがありますね。8度、7度8度ぐらいのシャドウがあるんで、ランディング台を作ってランディング後のボトムの位置になりますね、ここが。はい、ボトムの位置がこの辺になって、もう一発ぐらい、ワンメイクぐらいは作れる場所なんじゃないですかね、ワンメイク。はい、こんな感じで。ワンメイクが作れる、広大な広場がございますね。スキー場になりうる場所の紹介ですね。はい、じゃあもう一回ちょっと、アプローチ下から登ってみたいと思いますね。はい、ちょうどランディングのボトムあたりからの、台を作って、ここの辺がランディングのボトムぐらいとします。でそこから見上げたようなところですね。あ、埼玉クエストのビッグキッカーよりかなり高さありますね、やはり。埼玉クエストのメガビッグぐらいの位置にスタート台がありますね。メガビッグ でまあ雪だともうちょっとあれなんで、8メーターぐらいが安全設計のキッカーが作れるんじゃないんでしょうか。8メートルぐらいの。じゃあもう一回登ってみましょうかね。じゃあちょっとアプローチをね、こうやってハイクアップしてみて、よいしょ、ここにキッカーを作ってみたらいかがですか。茅野市は、長野県茅野市の職員の方、ここにね、人工雪でも何でもいいんで、ね、冬は寒い氷点下になりますから、アプローチ、はい、発射台まで来ました。どうですか。はい、はい、ランディングのボトムには小学生が通学しておりますね。はい、ご覧の通り自由に出入りができる、ジャンプスノーボードジャンプ台、スキースノーボードジャンプ台の練習場になりうる、茅野市の公園ですね。疲れた、めっちゃ疲れたな。はい、ここですね。場所は長野県茅野市の清俊公園という公園のご紹介でした。はい、スキー場ではないんですけど、いやー、めちゃめちゃいいアプローチシャドウ、めちゃめちゃいいバーンなの、1枚バーンなので、カービングだったら4カービングぐらいできんじゃないですか。はい、めっちゃね、スノーボーダーにはもうめちゃめちゃ心をくすぐられるんじゃないですか、こういうところ見つけたら。はい、なんだったらこちらの御柱をさ、ジブかなんかにしてね、サイドインで設置したらいいんじゃないですか、長野県茅野市。ね、ぜひ、スノーボードの発展、スキーの発展、ウィンタースポーツの発展の一つとして、この清俊公園、冬の間ですね、人工雪なんかから作って竜王湾なんか巻いてね、こちらの清俊を、サイドインでジブとして設置してね、まあ、縁起のいいスキー場にしたらいかがでしょうか。ご紹介でした。はい、マークスノーボードでした。ありがとうございました。はい、あとこちらですね。アプローチの横にはね、まあ、埼玉クエストで言えば、歩いて登る、ハイクアップする場所ですね。埼玉クエストとかで言えば、ハイクアップするところなんですけども、ハイシーズンなんかでは、迂回コースになるんじゃないですかね。こちらは、林道コースでございます。林道コースは、